祖母と、孫祖母と孫描かれた老女おばあさんは、日本語において、直系孫族に浸透にあたる女性、もしくは、高齢の女性を指す、一般語として使用される。退院義語は、おじいさん、または孫、孫娘。ひらがなで表記される場合が多いが、漢字での表記は、おばあさん。親族女性のおばあさんは、おばあさんと書き分ける場合もある。丁寧語説答時の、大鳥。 おばあさんという場合もある。おばあちゃんも同義語。また、うばに近いが、ばあや幼児語としてのばあばなどがある。別称としてばばあと表記されたりすることもある。別称は、集団の中で相対的に年齢が上のものに使う場合や、子供が母に対して使う場合もある。おばあさんという語の指す意味は、日本語の親族関連では以下のように分類できる。 父の母母の母夫の父の母夫の母の母妻の父の母妻の母,妻の,母の母日本語では1、2とも区別なくおばあさんと呼ぶが特に系統を区別するには父方や母方をつけて区別する。アジア圏など父方、母方をきっちり区別する文化圏もある。結婚すると配偶者の祖母が義理のおばあさんとなり、3? と四または五と六が発生する配偶者の祖母を王柱とめとも言うおばやいとこも父方と母方の二系統が存在し叔父叔母の柱とめは自身とは親族関係は発生しないがおばあさんと呼ぶ場合も多いまた親のおばすなわち祖父母の姉妹は大おばと呼ばれるがおばあさんと呼ばれることも多いおばあさんという呼び方は 地のつながった自分の祖母以外に、年老いた自分の母親や老人な地のつながった、自分のおば、おば、も、おばあさんという呼び方もある。義母に対して、60代以下では、お義母さん、60代以上では、おばあさんという呼び方であり、年齢や続き柄に関係ない場合もある。決して、60代以下の祖母に対しては、中年期でまだ若く、おばあさんではなく、 お母さんという呼び方である。親の祖母、すなわち、祖父母の母にあたる祖祖母は、ひいをつけ、ひいおばあさんと呼ぶ。また、上記のいずれにも該当しない女性について、1、2と同年代以上の高齢の女性の自称、または多少として用いる用法がある。通常、自称として用いるケースでは、話しかける相手が、孫の年代の子供に対して用いるケースが多い。 相手の視点からすると、自身がおばあさんと同年代になるためである。民話や昔話において、高齢の女性を指すごとして、しばしば用いられる。死や異界に近い存在として、山乳魔法使いのイメージとして用いられることもある。一方で、母代わりの恩和な女性として語られることも多い。地名表記では、祖母と書いて、乳と読む例もある。 下切り、スズメや、金色の魚のおばあさんは強欲で意地悪な、女として描かれ、欲望がエスカレートし最後は破綻して、すべてを失ったり、お化けの罰を受けるというパターンである。若返りの滝では水を飲みすぎて赤ん坊になるというパターンである。ありがとうございます。